はい、こんにちは、ピカーです。今日はね、GT500 の NSX、GTR、RCF のね、ラップタイムの違いですね、をやっていきたいと思います。どこが速くて、どこが遅いのかっていうのをね、解説できたらなと思います。これはね、私がこの間出したね、タイムですね、ベストラップの記録になります。で、まあ一番速かったのが GTR で、2番目が RCF、3番目が NSX っていう風になってます。で、まあそのね、3車ほとんどね、もう1秒以内に入ってるんで、その違いがね、どこで出たのかっていうことを、まあ若干ね、解説していきたいと思います。じゃあね、まずはね、1周ね、全体をね、見ていただきたいと思います。はい、ここまでがね1周になります。でここからねちょっと解説していきたいと思います。まずねすごく特徴的なのがエンジンパワーですね。エンジンパワー、これが、まあ、空力も含めてなんですけど、このねブレーキングのちょっと手前、はい、ここがね多分最高速になると思うんですけど、最高速が NSX が若干遅くて、まあ後の2台が同じっていうね形になってるんですね。それがまずね一つ言える特徴だと思います。やっぱりね RCF と GTR は同じようなパワーしてるんだけど、 NSX がすごいねちょっとアンダーパワーなんだよね、それがまず言えますね。はい、じゃあそこから先進めていきたいと思います。はい、で、まあ、ここまでね全然大差ないんですけど、ここで言えるのは、まあ、GTR がねかなりコーナリングがいいんですよね。なんで、でその次にいいのが、NSX、 すごいね回り込んでる。でまあバランスが取れてるのが RCF っていう形に なってますね。もうここでね、うまく立ち上がってるはず、うまく回答した GTR に対して NSX がねだいぶ追いついてて、 RCF が少し遅れを取っているっていうね、そういう形になっています。でここではね やはりこのまあ SG が得意なのか分かんないけど、かなりね GTR がここでトラクション稼いでかなり先に行ってんだよね。
かなり本当に、まあ、ここのね、パイロンっていうか、まあ、切れ目で見ていただくと、だいぶもう前にいて、NSX が。うん、もうこの辺にいるもんね。で、それに GTR がかなり前にいて、NSX がそれに続いて、RCF が、3番目っていう形になっていますね。うん、ここかなり3台がね、違うところです。はい、進めます。うん、ここでもね、まあ、同じような現象になってますね。GTR が前、2番目が NSX で RCF が結構ね、後ろに来てるっていう。まあ、かなりもう団子ですけどね。ただね、ここで NSX に RCF が追いつく。やっぱりね、トラクションで綺麗にね、丸く曲がるのが RCF の特徴で、かなりね、ここの速度ね、見ていただいても、もう NSX と10キロ違う。NSX はね、すごい難しくて、単位は速いんだけど、そこからのね、加速させるのがすごい難しいっていうね。で、エンジンパワーは若干非力なんで、そこはね、すごい技術が必要っていうところで、まあ、ちょっと私が下手くそっていうのがあるかもしれないですね。で、GTR もここはね、あんまり加速してないんですよ。そんなには速度出てないけど、まあ、まだトップに立ってるっていうね、形になります。ここはね、RCF 速いんですよ、すごくね。ここでもね、速度差が出てる。かなりね。はい、ここの収束でも、だいぶね、違うんですけど、なぜかここで NSX がね、追いついてるんだよな。だから、トルクがあるのかな？この曲がりながらの、だって15キロ速いじゃん。だから曲がりながらの加速で、エンジンパワーが食われてないっていうのは、かなりなんかトルクがあるエンジンなのかなっていうね、気がしないでもない。収束がでも出ないのに、ちょっと不思議ですよね。ここで NSX がかなり速いっていうのはね、かなり不思議。まあ、ちょっとシフトタイミングなのかなとも思うんですけど、はい。はい。この時点でね、まあ、NSX と、もうほんとね、RCF ほぼ一緒、ここでね。で、それぞれやっぱり車のね、特徴が違うんだけれども、ここでね、本当に並んでるっていう感じになりますね。で、GTR は、ここでね、かなり、まあ、一歩リードしてるっていう形です。はい、ここでもね、ここでね、ヘアピンやっぱり NSX が速くて、ヘアピンがね、なんで GTR、NSX、やっぱちょっと RCF がね、ここで遅れを取るっていう形になってますね。でも、ここからのトラクションで RCF が追いついてきて、もうほぼね、NSX と並んでる。うん、で、GTR が一歩ちょっと抜け出してますね、まだね。だいぶ抜け出したね。はい、ここもね、かなり違う。ここはもう RCF がね、ここ実は一歩リードしてて、で、NSX が若干遅れた。で、 GTR はかなりトラクションを稼いで、もう、だいぶ前にいるっていう形になってますね。はい、裏ストレートの収束なんですけど、これもまたね、やっぱり NSX がやっぱり出ないんだよね。で、GTR と RCF がまあ同じぐらい。この後ね、本当に同じになるんじゃなかったかな。ここも速度落ちてるのね。手前のところだともう277キロ出てるんで、で、まあ、ここからコーナーに入っていくと、ちょっと若干ね、スピードが落ちるっていう形ですね。NSX は結局トップスピード272キロだったんですね。はい、ほぼ一緒だよね、この2台ね。ハンドルの切り方も。で、GTR がリードして、はい。
結果的にね、GTR が、1分47秒6で、RCF が1分48秒07で、NSX が、1分48秒125っていうね、そういう結果になってるっていうね感じですね。NSX のやっぱりストレートスピードね、ここでもねやっぱり低いですし、やっぱり GTR はこうなんていうのかな、トラクションがよくかかる車だなっていう感じしますね。で RCF はあの本当に回答性がいいっていうね感じになると思います。 NSX はさらに回答性が良いんだけどエンジンパワーが若干ないっていうね、だからすごいね一回失速しちゃうと結構ね回復するのは難しいんで、運転としては NSX がすごい難しくて、実は NSX の区間ベストを集めるとこの GTR のね、1分47秒6を超えるんで、やっぱりこう上手い人がやると多分 NSX が一番速くなるのかなっていう気はしますね。でもまあ RCF もだから筑波とかちっちゃいとこ行くと RCF なんじゃないかなっていうね気はしますよね。本当三者三様の車なんだなっていうふうに思いました。はい、いかがだったでしょうかね。またねこういうのやってきますんで、よかったらねチャンネル登録してってください。